初のの軍軍人天軍の有力指揮官一時は、遠継ぎ、行を駆逐して、雲南省の統治権を手中にした。次は、造歳。1904年、日本へ、軍事留学する。東京新武学校を経て、陸軍士官学校第六機兵科で学んだ。1908年、卒業した。帰国後は、雲南陸軍工部堂の兵学教官に就任した。 コシナチンは、革命派の思想に傾倒し、中国同盟会にも加入している。1911年10月30日、サイツバ、トーツギ行ら新軍軍人を中心とする雲南の革命派が放棄し、雲南軍政府を樹立した。コヒンチンもこれに参加し、参謀部第三部長に任命された。間もなく、社南寺翼率いる第一帝団に属し、 四川省の革命派支援のために遠征した。1913年秋、雲南陸軍第二支市,市長代理に、翌年3月、第一支市,市長に就任した。1915年12月25日、斉津場・バ、東次行らが、五国軍を組織して、五国戦争を開始する。コシナは再率いる、五国軍第一軍第三帝団団長として、 四川省に出生した。この時、コは参位をよく補佐し、勇敢な戦いぶりで軍港を挙げた。1916年6月6日の遠征以外死後、五国軍の改祖に伴い、コシナ品ンは、中川天軍第六支市,市長に移動する。同年12月、陸軍中将に昇進した。1917年4月28日、コシナ品ンは、 北京政府から陸軍第14支支長に任命された。しかし同年に、東次行が、五法運動に抗して、安国軍を組織すると、8月に、安国軍第1軍軍長に任命された。その後、子は、安国軍第2軍軍長の超有心と共に、川軍の竜リり奴らと戦った。しかし1920年9月、子は、生徒で、川軍に撃破され、 蝶も露州で戦死した。雲南へ撤退した古チ鎮は、1921年2月、唐次行に対して、平変を起こし、昆明を占領して、唐を駆逐した。これにより子は、天軍総司令に推挙され、雲南の統治者となった。この政治的立場は、唐と異なり、孫文への支持を強めるものであった。同年12月には、孫文の北伐を支持して、 翌民国11年1月、雲南内族軍総司令に任命されている。しかし、同年2月から、東次行が雲南奪還の軍事行動を開始する。古品賃もこれを迎撃したが、3月20日、よろし領で、唐に味方する貴族に吸収され、戦死した。去年4九百二十三年、孫文は帰り見に、陸軍上将の位を追蔵した。 ありがとうございます。